霜降りの手品っていうのがありますでしょ。あれを今日はみんなまず最初に種明かしをしますから覚えて帰ってやってみたらいいね。用意するものはハサミと紐。紐はこのぐらいの紐ですね。これは手にかけて持って出るわけ。種があるわけ。同じ紐から取るの。これ種。これは種であるから絶対世間のものに見せてはいけないわけ。隠して持って出る。どこに隠すかというと2つに折ってこうやって出てくればいいのね。舞台のこちらから歩いてこう。それで出てきてただ今からとこうやる。こっちから歩いて出るんですよ。こっちから。こっちから出るとアンビバリーわよ。こっちから出るとただいまはとこうなるわけですからね。あの小指だけで持っているから油断するとこうなる。だから慣れないうちは2つに折って下を糸で結んどくといいのね。そうするとこういうことになるわけ。これがこういうふうになります。非常に元気が今日はいいようですね。もう高木先生はそろそろそうですか。でただいまから紐の木に座ります。ロープの真ん中はこれです。真ん中を切りましてまた元の一本にします。ハサミでプチュン。下は何ら関係ないとこういうわけですね。いいですか。もう一回説明しますね。手はいつもこっちに向いてるわけ。取り出しましたロープ真ん中ここですというと世間の者がみんなこっちを見るわけ。根性の悪いやつがこっち見るわけで、あとは持ってずり下げてずり上げればいい。ハサミで切る。切るときよく切れるハサミ使ってね。切れないハサミでやると時々ねこうってなるのよ。こういうことが。それであとはこれをプチュッと切ったら2本になって見えでしょ。2本になった紐をまた元の1本にします。ワンツースリーのチンチロリンと。これでいいわけ。今度は種明かしないよ。これからのが見てもらいたいから今のを種明かしをしたわけ。種が違うわけね。裏と表がギンギラに世間のものに見せられるの。スペアがない。でこう持ってきてこの真ん中がここさ来るわけでしょ。でここにハサミが入るからこれ2本になるわけ。これ元の1本になるということは本当はここを切ってんじゃないってことね。ここを切ったのは錯覚。まだ早いって。これ2本になったわけですよね。これが元の1本になるわけです。種苗これが元の1本になりましたらお慰みでございます。ワンツースリー。ご覧の通り1本になりました。鮮やか桜かな。世間の者が笑ってるではない。こんなものがあったら安兵衛悪いから取ろうではないか。ないか道頓堀よ。今度は1本や2本は面倒くさいから3本に切ります。私たちの社会でこれメガネ切るという切り方なんですよ。これはこういうふうにしましてハサミを入れます。ここ3本ちゃんで頭のいらない角を切ります。チンチロリンのギッチョンチョンと取ってあとはこれをふっと吹きますとピンとなります。こちらもふっと吹くとピンとなります。まだ若いからピン。端と端を持ってきます。いいですね。下の丸いところを下から上に持ち上げます。持ち上げたところにハサミが入りますと2本です。疑ってますね。ちょっと離してみましょう。合わせます。下の丸いところをもう一回下から上に持ち上げハサミが入ると4本です。下を切ると8本。これだけバラバラに切るともうつながらないとこういうわけ。おしまい。私が日本一の手品師ダーク大和さんでいらせられます、今やってます手品がですね、これは色変わりハンカチフと申しまして、上からおいでになりますと下からだんだん色がお変わりになる手品。現代の感覚から考えましてもですよ、上から入れたものがすぐ下からこんなに安定よく色が変わるもんではないんです。ということは真実はこれは上のハンカチと下のハンカチが別々なものであるということなの。別々とはすなわち下のハンカチと上のハンカチがこのように分離状態にある場合を科学的には別々という。上から入れて下から出すからここで色が変わったように世間のものに見えるだけなの。ハンカチは初めから3枚あるの。チンチロリンとこうなるわけね。で今日はね種明かしをしますからよく見てくださいね。皆様がやる場合1枚だけポケットに入れて出る。であとの2枚をどこに隠すかというのが現在の社会問題なんで、
握り拳をしてこの中にこれを全部突っ込んで出ればいい。準備はただそれだけで、おハンカチちゃんが見えないようにこれをお手手ちゃんの中にしっかり突っ込んだらば、あとはこの手を開けましてですね、裏と表を見せればいいわけなんで、ハンカチは薄いからこれには種は仕掛けられない。両方の手もよく見せて、あとは握り拳をしてこのハンカチを上から入れて、さっき入れたハンカチを下から引っ張ればいいわけなの。あとはだんだん入れてだんだん出すを繰り返す。上が残ってるのに下を全部引っ張らないことね、種がバレてアンベコちゃんが悪くなるから、上のハンカチはよく押し込んでくださいませ、お互いの幸せのために。でおぺっぺなぺと入れたら、ハンカチを全部引っ張って手を開けて、裏と表ハンカチと両方の手を見せて、この手品は終わるわけ。もちろんハンカチは初めからしまいまでここにこうやって隠してないといけないの。わかんないでしょ。さて今度はご覧に入れますのはですね、ここにバケツにお水がいっぱい入ってます。結構重たいものでございますよ。これをですね、釣り上げようというわけで、これは古い日本の手品です。日本にしかない手品。この紙をこういうふうに小さく折りまして、半紙折りましてですね、折りまして折りまして、ここをこういうふうに折る。でこの鍵でこのバケツを釣り上げようというわけで、地上一寸でも上がりましたらばご声援くださいね。ではやっています。今は忘れられかかっている日本の古い手品の一つ、昔はこれを気合術のようにやった芸人さんもいたわけです。どうぞこれを覚えてまたやってみてください。ほら、開けます。ワン、ツー、上がってます。中にはこれが針金が入ってるんじゃないかということが言いますから、よく見てください。中には何にも入っていません。紙だけであげる。日本人の作った、日本人の手品だと私は思います。